接近戦ってことはまず距離を詰めないとな。セオリー通り時計回りに迂回して死角から突っ込むか。こっちを識別する方法がわからないからな。目標の方向、距離約5000メートルです。近い、気づかれたかも。いちごさん、すももさん、注意をこちらに向けます。戦闘準備をお願いします。待て、なんか溜めてやがるぞ。口を大きく開けてるにゃ。気をつけろ、すげえのが来るぞ。みんな伏せて。皆さん、無事ですか？最中、全員無事だ。助かったよ。とんでもない威力だ。葵なら何とか防げるようだな。しかし、あんなのが連続できたら、さすがに葵でも無理だろ。いいえ、私が防ぎ続けます。葵、デフレクターが続く限り防ぐので、その隙に懐まで飛び込んでください。え、もしそのデフレクターが尽きたら。葵は大丈夫です。お互いの得意分野を合わせてチームとして強くなる、散々学んできたことじゃないですか。嫌な予感がする。はい。ここに来て初めてだ。何がですか？嫌な予感。ずっといい予感しかしてこなかったのに。そんな楽天家の私なのに嫌な予感がする。らしくないですよ。大丈夫ですってば。今は敵を撃破してみんな生き延びる、そのことだけを考えましょう。葵が先行します。敵の攻撃をなんとか耐え切るので、私には構わず進んでください。いいですね？分かった。ありがとうございます。かやもりさん、行きましょう。作ってくれたこの隙を逃すな。行くぞ。
中しろ。鏡よ鏡、この世で一番醜いのは奴だってことで、ヒットチャート急上昇からの急降下、それがロックスター。その調子で頼むぜ。
次で決める。ワンの皆さん、道を開けておくれ。このロックスターだ。ねえ、豊作だね。腹いっぱい食べておくれよ。なんそれ。あなたってもらっては困る。僕のベルセルクだ。一緒に行けたらよかった。さあ到来。
この世で一番醜いのは奴だってことで見せてもらおうやないか。よっ、葵の作ってくれたこの隙を逃すな。行くぞ。集中しろ、ユイナ。大阪だね。腹いっぱい食べておくれよ。光るものを変わるに我が足を心得よ、斧が尖る。絶対そのユイナ赤い好きだよ。次で決める。では困る。今日は僕のベルセルクだ。
距離じゃない。死ぬぞここで。方法はないのか。諦めないでください。葵がみんなを守ります。ダメだ、口だけでもう何の力も湧いてこない。私の場合は何でしょう。そうだな、葵は盾だから無敵って思えばいいんだよ。そうだ、私は無敵。もう一人で立ち尽くさない。葵は進むんです。どんな地獄を目の当たりにしても仲間と過ごした記憶は素晴らしいから。もっとみんなと一緒にいたいから。だから必ず救ってみせる。誰も死なせない。目を開けるのにゃ。司令部、大至急救護班を回してくれ。急げ、急いでくれ。葵、葵、前は誰も守れなかった。無理に喋らなくていいから。今度は漏れましたか。ああ、私ら生きてる。葵、あんたのおかげで。はい、私もな。やった、葵はすごいのにゃ。全員無事だよ。だからあんたも今から治療を受けて、それでまた元気になれっからさ。私らもうわがまま言ったり迷惑かけたりしないからさ。ちゃんと命令も聞くにゃ。本当はあんたのこと好きだったんだ。シュシュも心を込めて作ったんだにゃ。だからあんたと一緒にこれからもいさせてくれよ。いさせてほしいにゃ。大ちゃん、うん、
総員に通達。レッドクリムゾンの撃破を確認しました。応援部隊はそのまま 31A、31B を収容し、橋頭保周辺の直営に当たってください。31A の皆、応答願う。ユイナ先輩。皆、よくやってくれた。全然ダメだよ。そんなことはない。機関らのおかげで作戦は成功するのだ。作戦？さっきほどの光の柱は葵の力なのだろう。はあ、そうだよ。何度も戦場に渡ってきたが、ただごとではないと感じたよ。命を燃やすような神々しい輝き。決死の覚悟で臨んだことは遠方にいた私でも察せられた。だからこそ工作部隊を無理やり戻し、橋頭保設営を再開させることを決め、それを成し得ることに成功した。結果として司令部の命令に背いた。厳罰も覚悟の上だ。お前たちは激戦をくぐり抜けてきたのだから、ゆっくり休んでくれ。私たち 30C はこのまま橋頭保防衛を続ける。そんな、そんな。ルカ、言う通りにしよう。ユッキー、お疲れ様。現時刻をもって作戦終了とします。キャンサーの掃討および橋頭保構築に成功。目的は達成されたわ。みんなゆっくり休んで。ふざけんな。こんな、こんな結末で作戦成功なんて言えるかよ。命令よ。あとは私たちに任せなさい。畜生、畜生。